これは現実だ。この世界で死ねば俺は本当に死ぬ。俺は生き延びてみせる。この世界で。結婚しよう。はい、ずっと一緒にいたいです。パパ、ママ が生きている間はパーティーメンバーを殺させやしない。それだけは絶対嫌だ。キルト君、お兄ちゃん、すぐアスラさんのことを知って悲しくなることも、兄ちゃんの代わりにキルト君を好きになることもなかったのに。私待ってる。お兄ちゃんがちゃんと私たちの家に帰ってくるその時を。行って、お兄ちゃん。行けキリト君。ごめん、遅くなった。ううん、信じてた。きっと助けに来てくれるって。ただいま、キリト君。おかえり、アスナ。迷わずに今、矛盾だらけの世界をその手で打ち放て。こぼれた涙のぬくもりで優しさを知ったはずな。自分に言い訳せず全力を尽くして戦うことを選び続けている。それこそがこの人の強さ。なら、あなたが私を一生守ってよ。彼らを殺したことの意味、その重さを受け止め考え続けるべきだったんだ。よろしく、相棒。この予測線による攻撃はシボンが経験とひらめき、闘志のあらん限りをつぎ込んで放った幻影の一弾。
僕後悔はしてないよ。さっきのアスナ、出会ってから一番いい顔で笑ったもん。次のボスは絶対にみんなで倒そう。悪いな、ここは通行止めだ。頑張れユキ、任せて。姉ちゃん、私のこと姉ちゃんだって。ボス部屋でも言ってたよ。姉ちゃんに抱っこしてもらった時と同じ匂いがする。一つずつ形にして奇跡を。もっと超えて君が。ユキ、あなたはこの世界に降り立った最強の剣士。僕頑張って生きた。ここで生きたよ。さっきみたいに熱くならないよう気をつけろよ。お、分かってるよ。ステイクールだろ。そうだ、ステイクール。おいライオン、どこかで見たことがあるような。セントリア地域統括氷協会聖号騎士アリス・シンセシス・サーティです。届かない場所では
誰も教えてくれなかった予感なルール幼い頃に強く願った夢のありかを探す旅は始まった。私は私のなすべきことをなすためにあなたと戦います。知らない、知りたくない。アリスと一緒に村に帰ることだ。お前の願いじゃなかったのか。僕の親友、僕の英雄。ヤツよ、お前のためなら何度だって。戻ってこい、ユージオ。ステイクール、キリト。キリトの黒い剣、夜空の剣って名前がいいな。ああ、いい名前だ。この悲しい世界を夜空のように優しく包んで。忘れてしまったのかい。思い出はここにある。たくさんの人たちが君を待ってるよ。ただいま、バスナ。この胸にあふれる感動はきっと本物だから。さあ、今だよキリト。死に方くらいなら選べる。私が私。
しているため。モスの名のこのゲームクリアするんでしょ。彼の先にこの世界の生き方。